関決めか先攻先方高校か関決めじゃあ先攻でいいよ。うん、関どっちにします？あっち。関キャラは大丈夫ですか？はい、クラウド、はい、瀬戸さん、瀬戸さんじゃねえや、クラウドさんの瀬戸、先出てくるよ。やっぱりリセバイさん持ってる持ってる。ダッシュ投げだけじゃなくてね、ちゃんと開幕試合前からもね、見せてくれるから。あのバグどうやってやるんすかあのバグどうやってやるんすかあ、課金税あ、いいよ、はい、開幕してください。リセバイさん課金税だった、あったね、課金ネタ、金で勝利をもぎ取るあれね。能力の調査、命が惜しければ邪魔をするな。先方出てくるのはクラウドさんの瀬戸と桜さんの見切れないバティスタ、危ない、ビームがスカル小さすぎた、バババババあーあこれはダメージ的にはあんまり伸びないが、火力苦しいのはちょっと確認が足りない。あの 2A あのモーションで下段じゃない、笑える、危ねえ、探り探りだったがコパンがヒットした、グラス節上り込ん失敗、出してねんかい。セカンドクローズリバイバル、さあ開幕引っかかって、次は指導が指導なので安く見えるが、投げてグリッド盛りって減らしていく、にゃー 2B ガスカル、ジャンシーが当たってコンボで減るわ、このキャラやる匂いすんだよね、何回リアルやるんだ、うわー F 式、上り中段なので火力は出ないか、ガフあれを返すにはビタで無敵技を合わせるか、これはガフじゃないが食らってしまう、夜はまだ終わり、今のガフじゃないよ、今のジャンプすれば、今のジャンプすればいけたよ、素人丸出しのガフを駆使して先方先制していったのはクラウドさんのセット、次出てくるのは内定さんのバティ、バティスタ、ヒルダ様のヒルダだよね、ヒルダだよ、間違いない、いいよ、このゲーム基本パロカラーとかないんだ、この赤いヒルダな、なんかに見えるんだけどな、開幕ダッシュ、あれ、あ、前歩きからバババババ、安い、長いぞヒルダ、落として試し飛び道具がバティスタよりあからさまに優秀、バティスタがあの程度あれに合わせるには前行くしかない、バババババ、安い、うわ、おもむろにヒットしてコンボミスるが、しかしすごい基礎コンがのめくりジャンシー当たって何だいからの、あれいつの間にか、うわー、すげえよ、しびれるぜ、セカンドクローズリバイバル、何かが出ない、あの程度の飛び道具だと悲しんだらないバティスタ、足場でヒット、しかし追撃できない、間違えた、さすがに後ろためだけだと野球玉しか出ないので悲しんだらないぞ、危ない、
ドタガイ、どうもコンボが安い。コパンで状況を取っていくのはアメルバティスタ。後ろに下がるのでグリッドがモリモリ減っていく。あーいい、これは下手すれば殺しきれた。ガーダブラップ、もう一回ガー、もうこれ安定このババババやな。暴れ潰しの何かはスカルガー、シャー、あれ中断じゃねえの、安い。あっ、なんだなんだ。さあ削りで、お両下キャラ差を全く感じなかった。さあストレートで2回戦コマ進めた内定さん、クラウドさん、はい次、先ほど0回戦を制した黒猫さん、キルさんと瀬戸葉さんと、何て言うのこれ、いやこれ A か、クラップトラップチーム、じゃんけんしてください。最初はグー、あ、じゃんけんぽい、先方高校もまたは兄弟。兄弟で 2P が、じゃあ、先出る方教えてください。メルカバ先です。一P側、瀬戸葉さんの瀬戸とクラップトラップ、オリエ。オリエ？あ、オリエね。うん。わかったわかった。で、二P側、先ほど俺をゴミのように散らしてくれた、黒猫さん、キルさん。ここで負けたら承知しないんだからね。定めに従い、光の鉄槌を。ストクローズ、リバイド。先方クラップトラップ、オリエ、なんだこのジャーサンシーは。しっかりタチビーゴフォローして、ニビがヒット、1、2の、はい、完全にこの西オリエのパンツを見に行っている。ガッツポーズ、パンツを見てガッツポーズ。セカンドクローズ一本取っていくのは、とりあえずメルカバ見て、もんでガッツポーズ落として、今度はミスらない、俺の時あんなにミスったのに。三振三振三振、この性能どうなってんだ。これだからね、どのゲームもドロア持ちはね、レイビア使いはね、シャルロット、ドロアおばさん、オリエあるある。少しヒットするが、それまで中断しかになって、あいえ中断バリが、あ足払い、三振三振、ダッシュビー中断食らう、飛ぶ三振、終わり三振、三振だけで勝てるものある。あーさあ苦しい、あと一発食らったら終わってしまう、オリエ。ああ、西がヒットして拾って、とりあえず安定コンボ、あー出ない、三振。あ何かがしたかったが大パンで、まあ、その三振いい加減にしろ。制したのはキルさん、メルカバー、次出てくるのは瀬戸派、瀬戸黒猫、ハイド、あの三振あかんやろ。ゲームオーバー。この さあこれで勝ったら2回戦を3回戦準決勝で駒を進める黒猫ハイド、それを阻止したい瀬戸派の瀬戸。あ、裏っぽかったか、表、立派に表、ディレイをかけて、おかしいな、このキャラ。
ホパン暴れ。しかしそれまで、しかし貫く、捕らえられない。うわー危ね。ブレイバー、そうなんです、瀬戸には空中制御が優秀なのだが、ベロフその隙させない、ダッシュ。あービート1ジャンシーが刺さるが、これはうわオービタ漏れる、足払い、これは天才。下手すれば死ぬが、ちょっとコンビニ行ってくる、ちょっとコンビニ行ってくるわ。でちょっと下に降りたら投げられる、あの投げは多分ちょっと漏れちゃったが、勝った黒猫さん、あと1本取れるのか、置き攻め言ってしゃがみくらい、下段をしゃがみくらいするが、見えねえ見えねえ、もうね、もうしゃがんでればいいよね。ブレーバーでダウンを取って、ずるいなこの技、チェーンシフトないのでもう一生しゃがみっぱそしたら投げられた、なんか難しいな、いい読み合い、開幕ブレーバーでダメージを取っていく、裏バリ伸びるな、シールドで距離は離せない、しかし何でもない、しかし立ち火、バックしてから飛んで逃げる。さあこのキャラ通常技にも削りがあるぞ、モリモリ削れていく、ダッシュとする、自分から分からなくしちゃう、表だった、しかしこのミスる、分かるよ、あるのかここから、あるのか、捕らえられまい、立ち火天才。さあ苦しい、一回食らったら終わってしまう、危ねえ危ねえ、あ抜けるしっかり、ハハ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 ハ、ちょっとね下に瞬間移動してるね、壊しばっか越してからね、一生しゃがんでればいいじゃん。準決勝コンボを進めた黒猫さん、キルさん、恨むんなら俺じゃなく、さあ次カルネさん、レイカさんとニセパチクリアチーム、すんばらしい泥試合で会場が熱気の炎に包まれる、それとも俺が着込みすぎなのか、熱い、1P 側のチームはカルネレイカチーム、 2P 側ニセパチクリア、2P 側先方出てくるのはカーマイン、はよはよはよあ、この台ね、まだ稼働して間もないからね、台はこれだからね、ちぎ真ん中の台すげえんだ、真ん中の台すげえんだ、奇跡は起きない、奇跡は起きない、二度は起きない、二度起きないから奇跡。先方出てくるのはクリアさん、違う間違えた、すいません、レイカさんのハイド、ニセパチさんのカーマイン、開幕 6B で体力減らしていくのはニセパチカーマインだが、ディストロビットしっかり拾って、中断立たない、かっこいいコンボして赤い、まさに血の色、これがカーマイン、大き攻め設置、中断は暴れられる、 2B から暴れ潰し、おえ1投2投3スカッ、すごいディレイ、ダッシュ所得が遅すぎてどうも立ち合いが間に合わなかったが、グリッド重視、かっこいいノーゲージコンボだと思われたが、さすがにセバスター持ってる、わあ後ろからなんか来たぞ、横から来るぞ気をつけろ、にゃー
しかし、しかし、あーしっかり体育なんかな、ゼマザさんからパッとしねえんだよな。なんかパッとしねえんだよな。一番盛り上がったのがキャラ選択だからな。さあ次一匹が出てくるのはカルネさんのヒルだ。クリアさんのゴールド。勝ってニセパスさんへ駒を進めるっておかしいけど、ニセパスさんを引きずり出すことができるのかカルネさん。それとも決勝戦じゃない、決勝戦か次、あ違う準決、あれあ決勝戦だね。勝って決勝戦を駒を進めることができるのか、クリアさんのクリアさんのゴールド。見た目以上に柔らかいヒルダ。まあこれで硬かったら話なんだけど、かっけー、ヘル、バリヘル、置き攻めも完璧、相手を動かさない、それだけで十分です。ヒットワークリンからグリムリーパー、うめえ、しっかり対空してバレてる。あ足払いが低すぎて、あのあれがつかかる、なんだなんだあれ、ドンパッチ、カルネさんはこれはあれだね、2回殺せるぞっていうアピール。おわらよっつって出しヒットするがダメージに結びつかない、これは苦しい。しっかり対空してうまい、あれクガフのなんでしょ、やるな、待ってるからな。あんなんね、ちょっと距離離れてピュって出せばリスクが少なくて、なんだよ 400% っていらねえだろ。あどう見ても空中だったが足払いが当たる、面白い。だーだーチェンシュート、この指導はあかんやつだが、多分途中で挟んだあれがいや悪かった。こっから硬い、使っちゃう、知らないと思う。あの赤ゲージで4、え中段タッチくらい、これは持ってる、間違いない。ダッシュ自己狙い、確かに確かに、まだあるまだある、危ない危ない、いいよしっかり引き寄せて、いいよとか言っちゃったよ。完全に投げて飛ばす、引き寄せて、ずるいなこれから。おわアサルト5パン投げてチェーンシフトから、いや死なないな、いや死なないな、ニセバさん勝てんもん、ここからまるで聞いてないって、危ねまるで聞いてないわ、迫真。あーこれはチェーンシュート挟んでも、ダッシュし、カルネさんガードしてください。ガードしてください、レバー壊れてる、申し訳ない。先に決勝戦コマを進めたのはニセパチクリアチーム、次内定クラウドチームと黒猫キルさん、じゃんけんしてください。ゲームオーバー。カルネさん、あれ俺たち弱いけど、あのキャラ 俺たち弱いっす。ウケる、強いんだけどレバーが弱かった。あ、レバー弱い、レバージャッキャラだったか。はい、じゃあ筐体選んでください。はい、どうぞ、あっち先方出てくるのはキルさんのメルカバ、リピ側ね、一ピ側、これはバティスタだね、リピ側内定バティスタ、リピ側キルメルカバ、
オブリテレートタスクに行こう。ファーストクローズディバイド。飛行の時間だ。さあ、先ほどは見事な試合運びで見せてくれました内定さんのバディスタ。最大コンボがダッシュ C ババババ。今回は見せてくれるのがヤギョ玉。しっかり飛んだとこ落とす。危ない、流星キックの隙。あ、怖い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 。なんだよこれ。エンターテイナーとはこのこと。しかし 2C がヒット。またガッツポーズコンボ。いやしかし落ち着いたなこのキャラ。アサルトしっかりガードするが、が恒例はダメージ伸びないが、ゲージは満々。ノーガードぜ。セカンドクロー離れるリバイス。お互い開幕ダッシュで挨拶だが、ちょっとどうしてもできるコンボの火力に差がある。届かない、危ねえ。あー、この指導あかんやつ。見えねえ。しかも上り中段じゃないので補正はかからない。メルカバ何事もなく、まあエンターテイメント性は見せてくれました。内定さんのバティスタ。しかし先方戦でしたのはキルさんのメルカバ。次誰だ。クラウドさんの瀬戸と黒猫ハイド。どうやら身内戦。俺そこら辺の事情よく分かってないんでね。松戸ぜ。松戸ってどこ。あ、松戸千葉か。あ、千葉か。俺ね、完全に俺カンナナの向こう側考えて、カンナナの向こう側だと。この力で終わらせてやる。松戸と間違えた。お前ごときが好奇さっき引く。いいとき一応ゲーム内でもライバルキャラとして設定されたっぽい瀬戸とハイド。正直その背景は見えない。見えない。さっきからこれがやたらよく通る。ディレイかけてしっかり飲まれない。さあグラ潰されるがカウンターではない。ブレイバーで状況重視。飲まれない。あいえ光ったら下段だよ。セカンドクローズリバイド。波乱もなく一歩取っていくのは黒猫さんのハイド。危ね危ね危ね。接地はしっかりなしでかわす。あっちあーぜ、あー届かない。危ない危ない。やっぱりリバースビートじゃ間に合わない。ベロフ 200% なのでコンボ継続。オービタとわに眠っちゃう。腹置き攻め重視。裏しっかりガードしてる。これは知っていた。あーカウンター。なんかを振っていた。ベールオフなのでものすごい減る。あ、あ、いやなんだろう、暴れたら勝った。すごい決勝戦コマ進めた黒猫さん、キルさん、そのまま、そのまま行きます。さあ決勝戦、ニセパチさん、クリアさん、黒猫さん、キルさん、ゲームオーバー。はい、ジャンキーしてください。はい、ジャンキーしてください。あと決め。巨大さん、ゲン担ぐ。ゲン担ぎ。出てくんの、先輩出てくんのメルカバだね。あっちガードできないらしいっすね。なんか、ヒルタさんが、ダッシュしてガードできないからね。中段でもなんでもねえから。いや、何を言う、俺もガードできなかったから。投げ漏れちゃうからガードしてたらおかしいんだ。ここで最初のネタをね、ほじくり返してくる。え、カウンターっすか。
あ、俺はねレバーとボタンが悪かったからね。なんだボタン出っ張ってんだもんよ。押したよ俺。ザコはすっこんで、さあセッポ出てくんのは決勝戦コマを詰めたし、めんどくせえ。ニセパチさんの構えに 6B カウンターにヒットして、そっからコンボを持っていく。持ち攻め車輪から、あー繋がってない。にゃんかくらっちゃう。あれこっちが届きなかったか。ゲージはケチって、コンボミス。なんだこれ。ちょっと撫で、ちょっと撫でたらね、ベルカム死んじゃった。ベルフ、これはやっぱりニセパチはスラッター3000ぐらい、あ全然いかねえ。ヤシどうせ対戦中にゲージが溜まるので、この指導は届かない。あコパンはスカル、ジャンピーに 6B が刺さって飛んでるのに、やべえ飛行が、あーはは、これ当たらないと隙間一番もね。かっこいいコンボでチェーンシフト、ゲージはここで 130%、 うーんぶっ殺すから、無理して、無理しない、食らいつくせ、食らいつくされた捕食者側のメルカバ。なかなか、さあ決優勝へリーチをかけました。ニセパチクリアチーム、止めることができるか。クロネコハイド、ゲームオーバー、頑張れ。このままねニセパチさんを落差したらダメだよ。いやパチさんはね、なんかね知らんけどイメージ的に準優勝のイメージがあるから永遠の2番手のイメージがやばいからね。レイホールガンの使い手だからね。サンビスカルが投げる、投げ暴れが通って、はい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 、危ない、投げる、読み合いが強い。なんでこのキャラ投げから3000へんの。ダメージ苦しいゴルドだが、多分数字的には変わんないはず。あーパリが割れてグリッドが壊れる。あっという間にゴーパル剣を相手に譲り渡してしまう。うわーあダッシュが出ない。うえジャンプ試し、あれベロフグリッド壊して、ベロフオーディナンス、これはガード余裕でした。見せてくれる、無敵が長い。チェーンシュート出ない。ひよった。最後まで演出を見て勝利をすれば勝っていたが、これが大会ならではと言うべきか言わざるべきか。相打ちグルメリーパー、飛びなので飛んじゃいけないやつ。ウェイリーパーが当たるが、おこれは特に何も起きない。ダッシュが出ないか、リーパーこれはあかんやつ。あっ中段取ってカウンター、これあー割れるが、これはちょっと指導があれでジャンエを挟んでしまったので死なない。裏は見えている。あこれは下手したら乾燥すれば危ない。あ危ねー。多分今一番緊張してるのは黒猫さん間違いない。あれ俺も経験あるんだよ、よくある。まくられるのが一番来る。グリーパー読みが強い。グリアースライドスカル、コンボミス。しかし2ビーグいて
浮いてー怖えメル伏せこうあーさらハーディラスお疲れ様さー相手が悪かったみんなゴルゴル楽してるなニセパスタ持ってるわ決勝戦の接戦を熱い試合を制して優勝しましたニセバチさんクリアさんチームおめでとうございます拍手イエーイ拍手小さいな拍手小さいなニセバチさんこれが拍手小さいな2番手黒猫さんキルさんにも温かい生温かい拍手をお願いしますこっちの拍手でいけなはい、ということで、久しぶりの登場でしたね、ニセバチさん。ちょっとあんまり、なんか、かっこいいとこ見せられなかったんじゃなかったですかあんまりいいとこなかったですね、ちょっと。はい。じゃあ、もしよかったらまたぜひ見せに来てやってください。はい。ということで、あとお二人ちょっと記念撮影だけ後でいただきますのでご協力ください。はい。ということで、今回はね、16名の方々にお集まりいただきました。本当に、あ、17だ。一人忘れてたわ。いや、存在感なかったからさ。はい。まあ、せっかくね、これだけの人が集まりましたので、もしよかったらね、ちょっとこの後も、ぜひ、アンダーナイトインバース、当店のアンダーナイトインバースで、はい、遊んでいただければと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。ちょっとね、また大会とか、予定の方決まりましたら、また告知の方をさせていただきますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、長々皆さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。